2015年6月13日、韓国の掲示板サイトに、このほど、日本旅行で感じたこととのスレッドが立った。スレッド主は、日本人は、優しいという表現が合ってるかわからないけど、として、次のように綴った。何をしても、自分の間違いだというのを見て、正直驚いた。相手に譲る精神を持っている。もちろん、自分が感じただけかもしれないけど、少なくとも、謙遜して、自分の間違いを認めて相手に譲歩する姿は、見ていて、気持ちのいいものだった。これについて、韓国のネットユーザーからは、様々な声が寄せられた。日本人が世界で愛される理由は、まさにこの点にある。世界で指折りの進んだ社会意識を持っている。日本を嫌うのは、アジアの特定の数カ国だけだ。幼い頃から教育されているからだ。日本には他人に害を与えたら徹底的に排除される社会の雰囲気がある。先進国の人たちが日本のついでに韓国に寄ることがあるけど、とても衝撃を受けるらしい。日本の隣にありながらあまりに民度に差がありすぎるって。それは本当に申し訳なくてしてるのではなくて、ただの習慣だよ。おかしな民族だな。戦争でしでかしたことは悪いと思ってない。戦争のことから謝ってくれないと。放射能のことを見てもただの迷惑国家だけどな。おかしいな。大阪や福岡では全然優しいと思えなかった。むしろお店の人たちは不親切なくらい。心が本当に優しいのではなく、口調が穏やかなんだろう。日本語には悪口らしい悪口もない。そういった秩序意識は発達したんだろうけど、政治や外交のひどいやり方を見るに、上辺をとにかく飾るべく社会的に教育されたように思える。昇進で他人の顔色を気にするあまり、行き過ぎた親切と自虐につながっているのでは。